悔いが残らねえように最後は全力で完全燃焼してんだ。すみません。渡りが、美里が、翔太郎が来てくれて本当に嬉しかった。あとは任せたぞ、渡りキャプテン。美里と翔太郎もな。さあ、お疲れ様でした。七ヶ浜先輩たちが、志田監督がいなくなるのがそんなに怖いんですか。嫌ならキャプテン辞めてくれて構いませんから。インターハイが終わってからずっと気持ちがすっきりしなくて、最後に完成させないと先に進めない気がするんです。みんな気持ちは同じなんだ。今光の中から伝えたいこと、同じ夢に橋を架けて、そう希望。ファイトです。仲間になくなんないよ。今だって燃えてるんだ。たどり着いた誰かがいること。お願いします、力を貸してください。どうかお願いします。分かった。俺たちは何をすればいい。大丈夫、僕と美里くん、栗駒先輩と渡りキャプテンならきっとできる。僕たちは男子新体操が大好きです。映画バク転。歌、離れていてもお前は一生俺の娘だ。歌、歌、娘がこんなことやってるのにシャンクスが黙ってるわけねえだろ。ワンピースフィルムレッド。なあ、歌、この世界に平和や平等なんてものは存在しない。スーパーヒーロー総結集。やめるなよ。スーパーヒーローたちによる壮絶な戦いを見届けろ。ドラゴンボールスーパースーパーヒーロー、レッドリボン軍の復活は近いぞ。パパ、パパ、愛する者を守るためどこまでも強くなれ。ドラゴンボールスーパースーパーヒーロー。パパ、頑張れ。劇場版異世界カルテット、アナザーワールド。異世界からは逃げられない。遅かれ早かれ変わっちゃうわよ。だって心配じゃない、ずっとこのままでいられるのか。お前は高木さんと中学最後の夏大切にしろよ。劇場版からかい上手の高木さん、きっとずっとずっと幸せだよね。僕は
夏の君を取り戻す。これは二人だけの秘密。この世界を捨てたっていいって思った。今日から私たちの共同戦線が始まる。このトンネルに私たちの願いを叶えてもらうために。浦島トンネル、夏へのトンネル、さよならの出口。あの日の君に会いに行く。